リスクも高くって、なかなか住民の同意は得られないと考えます。ストップかけられたらば、あのリニアモーターと同じですよ。これまでたくさんこう費用を投じてきた問題が本当に、まあ、大阪では昨年あの当時の市長だった松井さんがなかなかそういう市長はいないんでね。また最近のニュースではニューモが驚くことに、市議会の市長の判断がこれは分かれたね。そういうことですね。今月12日に対馬市議会はですね、文献調査の受け入れを求める請願を採択しました。はい、一方で、まあ、最終決定者である市長はですね、この文献調査を受け入れないと表明した、こういうことになります。で、市長が反対したために、まあ、処分場誘致の動きするという、こういう状況ですね。なぜ反対しましたかね。はい、北勝市長はもともとですね、2020年に市長選があったんですけれども、その時に最終処分場誘致の反対を訴えまして、で、賛成派の対立候補を破って当選しています。自分のまあ言ってみれば公約なんですね。そういうことですね。それから今回ですね、反対の表明について市長は、市民の間で分断が起こっていて、市民の合意形成が十分ではないと判断したと、こう言っているんですね。この根拠はやっぱり市議会も割れたんですね。そういうことなんです。市議会で採択したと言ってもですね、その際に調査受け入れを積極的に求めたのは地元の建設業団体と、それから対馬市の商工会でした。はい、一方で漁業協同組合や市民団体はですね、その時に調査受け入れ反対の請願を提出しているんです。はい、で結局受け入れと反対双方の請願が出されまして、採択時は受け入れ賛成が 10、受け入れ反対が8としていたんですね。まあ、これを踏まえて市長は分断が起こっているんだと、合意形成が十分ではないと、まあ、こう判断したということですね。やはりその背景にあるのはですね、交付金なんですよね。そういうことなんですね。文献調査を受け入れるだけでですね、国から最大20億円が交付されます。はい、これ活断層とか火山の記録、これをまあ調べるという、この調査ね、これで20億円です。文献調査ね。文献調査なんですね。で、次の段階が、ボーリング調査など、まあ、地面に穴を掘ってですね、調査を行う、まあ、概要調査ですが、これに進むとさらに70億円が交付される。大きな金額ですよね。特にですね、財政規模の小さな自治体にとっては大変大きな金額です。はい、で、さらに第3段階とさ最終的に、精密調査。これ建屋などを作って調査をするんですが、その交付額は決まっていないんですね。おそらくはもっと大きくなる可能性があるということです。これ時間もかかるんですね。時間もかかりますね。だいたいですね、これもう十数年かかるという、こういう長い時期をかけて調査するわけですね。で、ただ一方ではですね、市長はですね、もし風評被害が起きてしまったら、はい、例えば水産関係全体で1割にダメージがあると、それだけで被害額は16億円に達する。で、それから韓国に近いもんですから、韓国人観光客が多い。観光産業にダメージがあると、もう18億円ぐらいの被害が出てしまうので、文献調査受けるの交付金20億円では代替できないと、こう主張しているということですね。そのお金は吹っ飛んじゃいます。ということですね。こういうことになりますね。どうなんですかね。だから、まあ、それには、まあ、その3段階全部引き受けなくたって、最初の段階だけでも20億円だから、はい、それだけでも受けたらいいじゃないかって声も実はあったんでしょうね。そうなんですね。実は受け入れ推進派の市議の中にはですね、長崎県は被爆県だと、だから最終的には知事が反対するだろう、だから文献調査だけ受け入れて交付金の20億円だけもらって最終的にはまあやめると、これ食い逃げ論っていうふうにも言われてるそうなんですけれども、これについて市長はですね、一旦手を挙げて20億円をもらった後でやめるという考え方には賛成できないと、こうしてそうですよね。まあ、そういうような見方がある中での市長の苦渋の判断ということですね。まあ、確かにね、地元にしてみれば、こういう交付金は喉から手が出るようなね、魅力的な金額だとは思いますけれども、はい、つまりそういうその考え方の違いでもって、市民の間に分断が起こってしまうというのは大変不幸なことですね。そういうことですね。それも大きなですね、自治体ではないわけですね。これまで協力してですね、町を盛り上げてきたのが、二つに割れてしまうというのは、はい、これやっぱり不幸なことだという、まあ、こういう考えがあったわけですね。そうですね。ただ一方で対馬市の人口は1960年には7万人いたんですけれども、はい、今2万8000人まで減っています、6割減ったんですね、はい、で市の推計ではですね、2045年ですからあと20年ちょっとでさらに半分の1万4000人まで減っちゃう。1万4000人5000人来ちゃうわけですね。そうですね。ですので今回市長が反対したことで、じゃあこの対馬市の地域の経済をどう浮上させるかというですね、難しい問題がね、はい、
な問題がまた浮き彫りになったということですよね。そうですね。まあこれで来年の3月に今の市長は任期が満了になると、はい、そうするとまた市長選ということになりますね。そうなんですね。今度賛成派が出てくると、で戦ってもし賛成派が勝てばですね、また手を挙げるとこういうことになりますね。そうですね。日田勝市長はですね、次の市長選にも立候補する意向を示していますけれども、対馬市の商工会とかですね、建設業団体が賛成派の候補者を擁立する可能性はあるわけですよね、となるとこれ受け入れの是非がまた争点になって、場合によっては市長が変わって受け入れがまた始まるというですね、こういう状況もありえますよね。また新たな分断が起こると、そういうことになりますね。ということもありますからね。まあ本当にみんながみんな一致してね、賛成とか反対とかっていうふうにならないようなテーマですから。そうなんですね。分断はどうしても起こってしまうというね。もともとあるのはですね、ですから20億とか70億の飴をちらつかせて分断を呼び込んでしまった国の責任というのも僕はあると思いますね。次に青森県六ヶ所村で建設されている使用済み核燃料の再処理工場についてお伺いをいたします。これ1997年完成の予定がすでに延期で26年目となります。結局いつ動くのかというところなんですが、日本において使用済み核燃料をリサイクルする技術の先駆けでもある日本原子力研究開発機構の東海再処理施設でガラス固化体が根詰まりを起こして停止したと発表し、さらに新たなガラス溶解炉を入れるということのようなのですが、現在どうなっているのか経産省として把握をしていますか。これは北海道が全国で唯一文献調査をしている地層処分の前提でもあり、核燃料サイクルの前提となるガラス固化体に関わってくる問題です。資源エネルギー庁長官官房山田資源エネルギー政策統括調整官。6カ所再処理工場につきましては、2006年から実施したアクティブ試験を踏まえて技術的な課題は解決されているものと認識をしております。具体的には6カ所再処理工場では高度な温度管理を行うとともに、予防的に洗浄を実施することにより白金属元素の堆積を抑制する対策などを講じておるところでございます。そのため東海再処理工場におけるガラス固化作業が中断したことにより6カ所再処理工場に同様の不具合が生じるとは考えては、ございませんが、日本原子力研究開発機構による知見も必要に応じて活用してまいりたいと、このように考えております。ご説明いただいたのだと、まるっきり同じじゃないからあまり影響ないよというのかもしれませんが、なかなかそうではなくて、やっぱ技術としてこの再処理に関する技術として最先端だったところがなかなか根詰まりを起こしているということは重く受け止めるべきだと考えています。で6カ所再処理工場の見通しも立っていませんし、その分野では先ほども言いましたがパイオニアの東海再処理工場でもうまくいっていない。万が一この技術がうまくいったとしても、モンジュが頓挫していて、プルトニウムをウランと混ぜたモックス燃料を原発で燃やすプルサーマルで使うとしても、現在4機しか動いてなくて、プルトニウムを消費する量は限られていますので、どん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 増えていくことになっています。経産省はプルサーマル発電に新たに同意した自治体に交付金を出すとして、なんだかお金でなんとかしようとしているようにも見えるんですが、不具合も起きやすいしリスクも高くって、なかなか住民の同意は得られないと考えます。この調査会でも過去に指摘をしておりますが、日本がプルトニウムを大量に保有していることは米国からも懸念が出されています。こういった状況にある中で、いつまでこの核燃料サイクルを続けるのでしょうか。そろそろ本気で断念の方向で議論すべきではないか。経済産業大臣政務官。第6次エネルギー基本計画で閣議決定をしております通り、現在は高レベル放射性廃棄物の減量化、有害度の低減、そして資源の有効利用などの観点から、使用済み燃料を再処理し回収をしたプルトリウム等を原子力発電所において有効利用する核燃料サイクルを推進していくことが我が国の基本的な方針となっております。こうした観点から6カ所再処理工場については、日本原燃が2024年度の上期のできるだけ早期の竣工に向けて適合性審査等の対応を着実に進めるよう、その取り組みを随時確認しながら指導し、円滑な竣工の実現を目指しております。その上で、電気事業連合会は2020年12月に基本的なプルサーマル導入の方針を示すプルサーマル計画を公表し、2030年度までに少なくとも12機でのプルサーマル実施を目指す旨を表明したところでございます。現在先生ご指摘の通り、プルサーマルを行う計画を有している原子力発電所のうち高浜3、4、
4号機、玄海3号機、伊方3号機の4機がプルサーマルで再稼働済みでございます。さらに6機が原子力規制委員会の審査を受けており、今後審査が進みプルサーマルを実施する原子力発電所の再稼働が増えればプルトニウムの消費も進んでいくものと見込まれております。核燃料サイクルを止めるとなれば、電力会社に今あるこう資産としてあるですね、使用済み燃料が負債になるという問題があったり、むつ市の中間貯蔵施設にあるものをどうするかという問題が起きたり、6カ所再処理工場や大間原発などこれまでたくさんこう費用を投じてきた問題があったり、様々な課題があることは確かです。とはいえどう見ても核燃料サイクルについては破綻をしていると言わざるを得ません。これ以上費用をかけ続けるのはいかがなものかと思いますし、現実的ではないと考えるので、やっぱりここしっかりともう一回立ち止まって議論をした方がいいということを、再三にわたっても言ってるんですが、今日もそのように伝えておきます。次に 核燃料サイクルにも関わってきますが、高レベル放射性廃液をガラスで埋めた後の地層処分をめぐって、現段階では北海道の寿都町と鴨江内村が文献調査というものを行って2年が経過をしました。文献調査は活断層や火山など処分場として適切でない場所かないか、論文や地形図などの資料を詳しく調べるものと承知をしておりますが、当初から鴨江内村の方においては原子力発電環境整備機構が3月29日に行った住民との対話の場でも、評価基準案をもとに判断した場合、第2段階となる概要調査候補地として村内で残るのは南部の一部のみとの見解を示しています。村内で候補地と見込まれるとした場所は、国が2017年に示した科学的特性マップとほぼ同じです。そもそもこの文献調査というのは何だったのか、何の文献を見たのか、どういう意味での調査をしたのか、経産省にお伺いします。最終処分場の選定プロセスは最終処分法に基づきまして、まず文献や資料をもとに地域の地質データを調査分析する文献調査、続いてボーリング調査等を行う概要調査、また地下施設での調査試験等を行う精密調査と、地域の理解を得ながら段階的な調査ステップを踏みつつ取り組んでいくものでございます。この選定プロセス中の最初の調査である文献調査でございますが、こちらにつきましては現地調査を含む概要調査に進むかどうかについて地域にご判断いただくために、地質データ等を調査分析して情報提供を行う事前調査的な位置づけでございます。具体的には調査実施主体である先ほど名前ございましたニューモでございますが、ニューモにおきまして地域固有の地質図や学術論文などを収集し、またその収集データに基づき火山や活断層による地層の著しい変動がないか等を評価した上で報告書にまとめるということとなってございます。現在は文献調査段階での評価の考え方、いわゆる評価基準につきまして、国の審議会において様々な分野の専門家にご議論いただいているところでございます。北海道の2自治体における文献調査につきましては、全国初の調査であるということもありまして、引き続き丁寧に評価していく考えでございます。鴨江内村は斜古丹岳もあって、南部の一部のみしかないことは、当初から分かっていたことで、地元の住民を分断して20億円もの交付金を払って何だったのかなという疑問が残ります。また最近のニュースでは、ニューモが驚くことになぜか、鴨江内村に道外からうなぎの養殖事業をしている企業との仲介を行ったというものがあります。結局この文献調査というのは、調査という言葉は使っていますが、説得の時間なのかとさえ思えるような動きです。うなぎに関し、村内では道外からの新規参入で歓迎ムードがある一方、ニューモが街づくりに関与を強めることに強い懸念、これで押し切られてしまうんじゃないか、なんとなく地域活性化が進んだからいいんじゃないかと思われるかもしれないという村民の声も多くあります。それは文献調査の次にボーリングなど実質的な調査となる概要調査というものが次に控えていて、そこへの警戒心でもあるというところです。ニューモが地域活性化に貢献した実績をアピールして、なし崩し的に最終処分とされるのではないかという強い危機感も聞いています。文献調査から2年が経過しましたが、寿都町と鴨江内村の今後の見通し、万が一概要調査へと進むことになれば、地域住民の合意はどのように形成
得られるのか。最終処分場の選定は、地域の理解なくしては進めることはできないものだというふうに考えておりまして、国としては、地域において処分事業の賛否に偏らない議論を丁寧に重ねていくことが重要だと考えております。こうした観点から、現在、対話の場などを通じまして、地域の理解が深まるよう最大限取り組んでいるところでございますが、地域におけるその合意形成のあり方につきましては、自治体としての判断を尊重することが重要と考えてございまして、本日の日経新聞の朝刊にも載っていたんですが、この入門に一人数手法でこの文献調査を進めてきたんですが、途中から専門家を加えてデータを評価する手法を取るよう経産省が提案をしたとなっています。じゃあもともと入門だけでは無理だったのかと思うところもあるんですね。この動きを見るとなかなか理解がしがたいということは申し添えておきます。次に政府は GX 基本方針において、文献調査受け入れ自治体等に対する国を挙げてと記載をしております。これは国が文献調査の候補地に全力で取り組むと言っているようなものですが、地層処分の他の候補地の見通しはあるのか。処分地が決まったフィンランドやスウェーデンや選定プロセスの最終段階にありますフランスなど、先行する諸外国では10件程度の関心地域から順次絞り込んでいるように、我が国でも最初の段階である文献調査の実施地域の拡大が重要だと認識をしております。これまでも全国的に対話活動を実施してきたところでございますが、今後は基本方針の改定案に沿って少なくとも100以上の自治体を対象に掘り起こしのための全国行脚でございますとか、国から地域への調査検討等の段階的な申し入れなどに取り組む考えでございます。少なくとも100以上ってなってくると、これ1自治体20億円という、ざっくり言うと交付金になってくるので、100以上ってなるともう相当な金額になってくる可能性もあるということなんでしょうか。文献調査のですね、拡大を目指しまして、訪問する自治体を拡大して、訪問する自治体ということなんですね。自治体を100以上のところに訪問して、掘り起こしに図っていきたいと考えております。となると私が質問した他の候補地があるんですかっていうのはまだまだ何も決まっていないということです。ただ一方でこの国が努力していくっていうことに少し恐ろしさも考えています。先ほども少し触れましたが、20億円という交付金をもとに、自治体に手を挙げてくださいというように言ってしまっている実態なんですが、結局こうなってくると今もなんとなくニュースを見ると離島が手を挙げつつあるみたいな報道が出ています。離島とか半島とか中山間地域とか、結局財政的に乏しくって条件不利地というところがこの交付金とか国が言うお金で買われてしまう可能性があるのではないかという懸念があります。その中で今も北海道では起きてしまっていますが、自治体の中で住んでいる人、もしくは自治体のその手を挙げた自治体以外の周辺の住民の方、こういった方は残念ながら分断を迫られている。これは今のことではなくて過去にも高知で起きてしまったということもありますので、一生懸命やりたいっていうのは分からなくもないんですが、一方であまり国が介入をし始めるとなかなか自主的な合意形成になっていかないのではないかという懸念だけは伝えておきます。そこはやめてほしいというところです。ただ国が責任を持ってこの核のゴミ問題に取り組んでいくっていうのは重要だと私も考えています。次に東京電力柏崎刈羽原子力発電所のテロ対策不備の検査の途中経過を公表し、確認した27項目のうち6項目で改善が必要としました。運転禁止命令の解除は見通せない状況にあると言っても良いのではないかと考えます。それでは最後に日本維新の会の議員さんの質疑をご覧ください。これは必然的に生ずる核のゴミの処分方法を決めないままですね、このまま発電を見切り開始して未来にその処分問題を押し付けてきたとなると、トイレなきマンションとよく揶揄されておりますけども、この体質が今も続いていると言っても過言ではないと思います。そもそも国民の生命と財産を脅かす危険性がある原発の導入をですね、安易に決めた当時の政治正力松太郎さんとか含めてですね、当時のそういった方々の無責任さには憤りさえ覚えます。現代の為政者にはわずかでもですね、国民本位の政治を標榜する良心を持ち合わせていることを信じたいと思いますが、昨年松野官房長官は核のゴミについて将来世代に先送りしないよう我々の世代で解決に向けた対策を確実に進めることが必要だと、そういったことを表明しております。しかし先の北海道知事選で再選
選果たしました鈴木知事は、格納ごみの最終処分場選定に向けて、国内で唯一文献調査が進む寿都町鴨江内村、鴨江内村ですかね、での次の段階の概要調査に入ることを明確にこれ反対してます。そうすると知事の同意がなければ前に進めないわけでありますが、知事についての発言でございますが、知事が仮に概要調査に移行しようとする場合には現時点で反対の意見を述べる考えであるという旨の発言をされている。この点については承知をしております。北海道の2町村における文献調査はまだ途中であるところ、国としましてこの調査傾向を丁寧に評価していくことが重要と認識しております。現在は国の審議官も活用、審議会も活用し、文献調査の評価基準についてご審議をいただいているところでございます。またこうした進捗状況等については地域に対して情報提供を行うなどコミュニケーションを取らせていただいているところでありまして、引き続き地域に寄り添いつつ丁寧に対応してまいりたいと考えております。その上で、すでに使用済み燃料が存在している以上、高レベル放射性廃棄物の最終処分は日本全体で必ず解決しなければならない課題であります。決して特定の地域の問題とすることではなく、全国的な問題として取り組むことが重要でございます。先ほども申し上げました改定基本方針に基づきまして、文献調査の実施地域の拡大を目指し、最終処分に向けて取り組みを加速させていただきたいと考えております。石井明君、まあ、希望は その通りでありますけれども、まあ、これ振り出しに戻る可能性が高いわけですね。この鈴木知事のような方がいらっしゃればですね、これ施設の審査には20年、工事には10年かかるとされております。もう時間が本当にないわけでありますが、施設1箇所の完成までに30年以上かかるということです。で、最終処分場の選定にはこれ今まだ文献調査の段階でありますけども、これ3段階に分かれてます。文献調査、概要調査、精密調査、これがあるわけで、文献では期間2年、手を挙げた自治体にはこれ交付金が20億円出るわけです。そうすると概要で約4年、最大で70億円を支給、そしてその第3段階の精密では14年以上かかるとされておりますが、その交付金はまだ未定だということでありますが、文献調査の実施地域に対しましては、この文献調査の調査期間におきまして、最大20億円、単年度で10億円を上限といたしまして、電源立地地域対策交付金を交付することが可能とされてございます。交付のタイミングについてのについてでございますけれども、文献調査を開始した日の属する会計年度以降に、調査実施地域から交付申請をいただきまして、その交付申請に関する審査を経た上で交付決定することになってございます。申請自体はこの交付の対象となる事業ごとに行うことになるところでございまして、例えば寿都町と鴨江内村につきましては2020年11月に文献調査を開始したところでございますが、寿都町では2021年4月、鴨江内村では2021年5月に最初の交付申請がございまして、それぞれその後事業対象となる事業ごとに申請および交付決定がされてきているところでございます。また併せて原資についてのお尋ねがございましたけれども、こちらの方は販売電力量を課税標準として電気事業者に課せられます電源開発促進税を原資としているところでございます。その原資は国債とかですね、そうじゃなくて、まあ、いわゆる国民の負担になるということであります。まあ、全て今までの原発の費用に関しては最終的には国民が負担しているわけでありますが、その文献調査に応募するだけで、まあ、今部長は数字は言わなかったんですけども、最大20億円の交付金がもう出ると、もう今出てますね。実際は経産省は処分適地を公表しておりますけども、日本の3分の2の場所が可能がある地域に該当するとして、そのうち約900の自治体については何より可能性が高い地域に該当するとしておりますが、もうこれ知事が受け入れ反対を表明している都道府県の自治体についても応募に制限がないのかどうかね。自治体は、はい、手を挙げました、お金もらいました、知事は反対、そういったことの矛盾の繰り返しになるのではないか。この文献調査という段階で、まあ、20億という調査事業、まあ、それに対する交付金としてお支払いするわけでございますが、その次に進む段階、概要調査に行く段階ではまた次の判断ということになってくるものでございます。まあ、もちろん知事が仮に概要調査に行こうとする場合には現時点で、反対の意見を述べる考えである旨は発言されていることは
承知しているところでございますけれども、まずはその前の段階、文献調査の段階で必要な調査は進めていくこととしております。まだ途上であるところでございますが、調査結果を丁寧に評価していくことは重要でございますし、その上で、まあ、こういったことについて国民全体でご関心をいただきながら最終処分の問題に向き合い対応策を取っていくということに全力で取り組んでまいりたいと考えてございます。まあ、そうは言ってもですね、20億円がドブに捨てるようなもので、でそれも負担がね、いわゆる電力会社といえばもう電気量に負担がかかってくる、付加されてくるわけですから、まあ、その辺本当にね、知事の独裁者とは言いませんよ、一人の知事の考えだけでストップかけられたらば、リニアモーターと同じですよ、静岡の知事がストップかけてますが、まあ、そういうと同じでね、やっぱり大変な問題になるんで、もう文献だけでは先に進まないというのはお分かりの通りですから、その次の調査に行くためには事前にやっぱり知事等のご意見をお伺い しておくのが必要じゃないかと私は思います。まあ、とりあえず応募はこの他にないようでありますけども、第一段階の文献調査への応募だけで約20億円ですね、今言った通り交付がされます。まあ、とんでもないばらまきであると思いますが、西村経済産業大臣、まさにこの最終処分の向けての取り組み、これは次世代に先送りすることなくですね、私どもとして責任を持って進めなきゃいけないという中で、文献調査に応じていただいているということ、大変ありがたいお話でありますし、もちろん2つの自治体のみならずですね、少なくとも、まあ、海外の事例を見ますと10とかぐらいの自治体が調査を行ってですね、その中からこう絞り込んでいくというプロセスが行われておりますので、そのような取り組みを進めていく中で、私どもとして、まず経産省としてできることはしっかりと応援をしていきたいというふうに思いますし、また、政府内全体でですね、経産省以外にできることもありますので、国交省や総務省や、農水省や含めてですね、政府全体として責任を果たしていくという姿勢で臨んでいきたいというふうに考えております。札束で法を張るような、ね、政策についてはやっぱり見直すべきだと私は思います。というのはもうもらい得じゃありませんけども、知事は反対するの分かってても応募しようということが必ずそういったことも禁止もあらずなので、それは負担がやっぱね、電気料金に跳ね返ってくると、そうじゃなくてもまたこれ上げるでしょ、電気料金、経産大臣が反抗して電気料金上げるようになるかどうか分かりませんが、まあ、最終的には国民の負担になってくるということは本当に、まあ、大阪では昨年当時の市長だった松井さんが電気料金上がることを見越して、6月、7月、8月、3ヶ月間水道料金を無料にしたんですね。いわゆる懐から出るお金を上限を決めて、そういったことの政策をする市長もいますけども、なかなかそういう市長はいないんでね、やっぱり無駄のならないように、20億円したら大変な金額ですから、まあ、そういったことを見直す、経産省も頭がいっぱいあるからね、ばらまきって言われても仕方ないんですけども、今まで政策的に失敗したのたくさんありますから、まあ、そういったことにならないように、文献だけで20億円をいわゆる手を挙げた時点で事業ごとに支出とは言ってももう20億円出てますから、まあ、そういったことにならないようにね、また国会で指摘を受けないように、再度私の方から要望としておきます。